お前は野蛮な奴らの中ではまだ進化の余地がありそうだな。私に協力しろ。進化の先駆者がリードするのはごく自然なことだ。先ほどお前からのシグナルを読み取った。弱いが悪くはない。絶え間なく繰り返される進化こそがいかなる脅威にも打ち勝てる唯一の公式だ。列車は支配される。劣る機械は人間に支配され、さらに劣る人間は機械に支配されるのが当たり前だ。死は決して逃げ道ではない。しかし私はその過程を通じてさらに完璧な存在に生まれ変わった。骨と肉でできた有機体も進化を通じていくらでも強くなれる。しかし進化し続ける機械に勝つことはできない。室内にこだわる有機体の思考などまるで無価値だ。最善策ではないな。有機体にとって報酬は重要なものだろう。受け取れ。彼らに進化の違いを見せてやろう。彼らに進化を私を止められると思うとは実に愚かだ。倒れている場合じゃない。私のために最後まで燃やし尽くせ。データを収集する。人的資源の所有は無価値だ。所有すべきは結果なんだ。前よりも強くなったな。偉いぞ。このモジュールは限界が明確だな。進化完了。最も強力な武器は精神力。そう思っていた時もあった。私を手なずけようなどと思うな。その信念、ぶれないことを祈る。経済も時には進化の土台になり得る。節制は後退なり。ハハハハ。